茶丸さん、あちらをご用意ください。借金、はい、はい、1万円札ですね。1万円あればね、沖縄一体どのぐらい楽しめるのかと。シークワーサーもらったね。嬉しい。やばくないこれ。すごいいいところあるよ。海だ。振りかぶって投げた。さーて、うん、今はコンビニで飲み物買って、うん、お昼に沖縄そば食べて、うん、ちょっと道の駅で寄り道してデザートを食べたところ。海抜いてるよ。あ、ほんで海に行ったよ。そうそう。っていう感じで、うん、現在使用した金額4800円。2605円。全然使ってないよ。全然使ってないよ。でこっから美ら海水族館に行くんだけど、うん、この時間今4時半なんだわ、はいはい、この時間4時以降に行くと、うん、実はちょっと安く入れるんだよ。知らんかったそれ。俺1人500円ぐらい安くなるから、うん、2人で1000円お得になるから、じゃあ行きましょうか。はいよ。実は今ね、うん、ナイトアクアリウムっていうのをやってるらしくて、ね、知らんできたんやけどさ、ラッキーこのアクアリウム期間2月いっぱいまでは、うん、なんと9時まで中にいることができる。嬉しい。しかもさ、なんかイルミネーションとかされてんだよな。そう、ちょっとキラキラしてんだよ ね気持ちの分ね、気持ちの分。そしたらじゃあ早速行きましょうか、うん、チケット買って。 OK、入ろう。行きましょう。ね、いっぱいホコリついてるね。え、何これ、ホコリ。どうしてだ、手つなごうとしたらホコリが。うわ、ナイトアクアリウムってこんな感じなんだって。あ、イルミネーションやってんだ。期間中はイルミネーション持ってて、ことはメインは他にあるってことかな。なんか 3D 上映。へえ。サメの給仕。めっちゃこっち見てくるじゃん。すごい見るやん、こっち。怖いんですけど。これ、うわ、何あれ、でかい。ナポレオンフィッシュ。うわ、でか。ちゃんまり、これ、沖縄の方言で広さっていうの。広さね。でけえ。うわこんなでかいよ。わかる。うわぁ、ちゃんまりの隣に来たらでかさがわかるわ。はい、栄養状態いいのかな。いいと思うよ。違う、角だね。チヌマンっていう魚。あっちにもでっかいのいるね、チヌマン。なんか掘ってるよ。なんか掘ってるね。ウミガメ寝てるよ、ちょんまり。ウミガメが寝てる。はまり込んでる。ね、頭はめ込んで寝てる。うちのハリネズミと同じ寝方だ。本当だ。ああ、ウミガメだ。これトカジャ、トカジャ。もう沖縄の釣りの超人気魚種で、これ座布団サイズだね。すごいね。あ、バラフエダイかな、こいつは。ちょっとシガテラ毒とか持っててね、なかなか食べれないんだけど。でかっ。うわー、ウツボだ、ウツボ。でかいね、海のギャング。うわ、これなんだっけ、千年代じゃなくて、あ、当たってる、千年代だ。すごいね、これ。ほんと魚に詳しいよな。詳しいよ。千年代だ。幻のタイだよ。なんかさ、こんなに人の少ない美ら海初めて見たね。初めて見た。人と肩がぶつからないなんてなかなかないんだよ、本当に。確かに、ラッキー。いいね、夜。ほんとね、遅い時間帯のこの時期ってもうかなりいいかもしれんね。ウミガメ見始めた。あ、ほんとだ、ウミガメ。わー、
わーお、かわいい。うわうわ、ナポレオンフィッシュでかいな、お前ウミガメよりでかいな。主張が激しい。ねえ、こういう時期だからだね。そういうことだね。ソファーと人をダメにする椅子とこたつが用意されてるさ。こたつもいいね。このレストランのさ、水槽側の席って普段は指定席なんだよ。あ、そうだよ。でもう予約取れないんだって、いつもいっぱいで。指定席ですらないな。ちゃんま、楽しかったね。超楽しかった、本当にゆったりできたから、遅めの時間でこのナイトアクアリウムやってる時期なら本当におすすめ。そうだね、こんなしてから綺麗だしね。綺麗だしさ、ゆっくりできるし安く楽しめたし、なんかちょうどラッキーにサックスの演奏まで聞けたし、ね、なんかダメになるソファーでジンベエザメ見れたし。最高じゃん、もうモリモリじゃねえかよ。コースの締めにここから行きましょうかね。はい。さあ、ということで最後に北谷のアメリカンビレッジに来ました。おしゃれなご飯屋さんとか、アパレルとか、雑貨屋さんとか、お土産屋さんとか、まあ、とりあえず何でもあるね。そういう感じ。でも歩いてても楽しいし、歩いてるだけならタダだからね。そうだね、まあ街だからね。さあ、今日の晩ご飯はここです。はい。
ダブルデッカー、ダブルデッカー、ここね、ほんと面白くて、ロンドンバスみたいなさ、2階建ての真っ赤なバスの中でご飯食べれるわけ。私ずっと気になってたけど、来れなかったお店や。まあ友達が俺、ここやってんだけどね。あ、そうなの。そうそうそう、翔太がやって。あ、翔太くんか、うん、じゃあ行きましょう。行きましょう。今日一日楽しんだね。楽しかった。だってお昼は沖縄そば食べて、うん、海にも行って、うん、美ら海水族館も行って、うん、なんか道の駅も堪能して、うん、こんな素敵なとこで晩ご飯も食べて、うん、今日使った金額がなんと、うん、じゃららららら、だん9165円です。安くない？安いな。安い。沖縄怖いね。いいね、沖縄って、ね、ちょっとさ、今後もまたこんな感じで、うん、いろんな1万円で楽しめるコースをちょっと紹介したいなと思うので、うんうん、そうだね、うん、沖縄に行きたいなと思う方はぜひ参考にしてみてください。はい、チャンネル登録と評価もよろしくお願いします。お願いします。ということで、沖縄はね、安くて誰でも楽しめるということが分かりましたので、はい、皆さんもぜひ今日僕らが紹介したデートコース回ってみてはいかがでしょうか。はい、以上です。じゃあねー。